皆さんこんにちは、オスです。今回は11月14日と15日に行われます B リーグ第9節琉球ゴールデンキングス対信州ブレイブウォーリアーズ戦の見どころを紹介していきます。もしよかったら、最後までご視聴並びにチャンネル登録よろしくお願いします。現在琉球ゴールデンキングスは11連勝とノリに乗っています。決してね、楽な道ではなく、苦労して得た11連勝、信州ブレイブウォーリアーズに勝てば連勝記録が更新されるんですけども、その連勝を達成するためにも、まず琉球側として注目選手が、僕個人としてはまずは今回は並里選手かなと思います。ここ数試合、並里選手が最後のシュートを決めており、琉球を勝利づけるとどめの一撃をさせてくれています。今回の信州戦でも、並里選手の、ワンオンワン、もしくは絶妙なアシストで琉球の勝利を最後一押ししてくれる存在になってくれると思います。もう一人は田代選手かなと私は思います。今現在、スターター起用されている選手でありまして、田代選手がこうミスマッチを突かれてもコースを限定させて相手の外国人選手のシュートを外させたりとか、ディフェンスで活躍は行っています。そしてディフェンスのみならずオフェンス面でも積極的にシュート並びにスリーポイントが入っていますので、そこで信州と差をつけてまた勝利に貢献するキーパーソンになると思います。信州側の注目選手といったらやはりこの人でしょう。アンソニー・マクヘンリー選手。アンソニー・マクヘンリー選手といいましたら BJ リーグの琉球ゴールデンキングス時代から支えてきましたベテラン選手でありまして、リーグ初年度は琉球で過ごしまして、それ以降は信州に移籍したんですけども、信州に移籍してから下位に追った信州を一気に上位陣優勝チームまでに引き上げた貢献者の一人であります。年は重ねてもベテランのプレーの勢い質というのは衰え知らずでありまして、敵として琉球のホームである沖縄市体育館に乗り込んでも琉球ファンは盛大な拍手でアンソニー・マクヘンリー選手を迎えてくれます。次、僕個人として気になる選手っていうのが西山選手かなと思います。今現状全試合でレギュラー出場でオール選手でありまして、最近の試合では点数も稼ぎつつ、あとアシストが上手い選手であります。やはり西山選手が点を入れて自分も点入れるっていうイメージを植え付けて、そっからアシストで外国人選手の点を入れるというパターンを組み込んできますので、そこを並里選手や岸本選手がどう食い止めてくれるかっていうのが見どころであります。もしここで2連勝しましたら2位3位との差っていうのを離せれますし、あとは球団記録の13連勝を更新することができます。でも信州と言いましたら負けは続いてるんですけども、あの川崎にも勝っているチームでありますので、決して楽なチームではありません。名古屋戦の最後みたいにちょっとターンオーバーとか続いて悪い流れが来てしまったら、信州が琉球に食らいつく可能性っていうのも十分ありえますので、この土日は兜の王を改めて引き締めて琉球が信州に勝利してほしいなと思います。そして今回なんですけども、私琉球対信州沖縄まで行ってきます。奇跡的にチケットが取れましたので沖縄へ行ってきて現地で生観戦したいと思います。勝てるように現地で頑張って応援していきます。動画は以上となります。ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。以上です。